ソイルマークとは、地下に埋没している古代住居や溝などの移行幅度の土質や乾燥状態の影響で地表面の土壌に変色が生じ、埋没以降の形状が浮かび上がる現象である。土壌根とも呼ばれる。なお、埋没以降の影響で地表の総本植物の生育度合いに差が生じ、同じように移行形状が浮かび上がる現象があり、クロップマークと呼ばれる。縦穴住居や、 古墳の修行、土壌などの考古学的内構は、それが使われた当時の地表面から掘り込まれた穴であるため、内部には経年とともに土が溜まって埋没していく。移行内に溜まった土壌を複土という。移行が現在の地表面から比較的浅い地中に埋まっている場合、移行の複土と周囲の土層には土質や保水力などに差があり、それらが 現在の地表面にも影響して、色調の違いとなり、埋没以降の形状が、模様イコール素として浮き出てくる。現状型畑の場合、クロップマークと同時に出現することが多い。ただし、模様として認識できるのは、多くの場合、高高度から空撮した、航空写真によってである。これらは埋没している遺構の発見や、種類、規模の把握に役立てることができる。 ありがとうございます。